かく性格がいいからね。そうなのよ、もう性格がいいのよ。もう私もね、マリシャンと付き合いたいけど、うん、ちょっとおっぱい大きすぎるんだよね。それだけがもう本当にもうかわいそう、唯一の欠点。ひどいことを言うとか言わないで。マリコは何も悪くない。欠点と言うならお前がそう思う気持ちだ。私の問題なんだけど。そうそうそう、大きくなくていいよっていう。もう大きいとかもう小さいとかもう気にしないでほしい。マリコをそのまま受け入れてほしい。俺は、うん、受け入れよう。じゃあそうしよう。マリコはでもあーちゃん好きだよね。うん、あーちゃん好きだし、あきらちゃん好きっていうのがね、あきらちゃんはもうね、あきらちゃんに対して絶大な信頼を預けているね。そうね、もうなんか全力でしなだれかかっている。もたれかかってるよ。もたれかかっている。もうこんな感じ。まあそうね、でもまあ私とマリちゃんはそうそう、だからそうだね、うん、よくイチャイチャしてる。なんかね、でもあきらちゃんもね、あーちゃんのこと好きなんだよね、うん、知ってる。でもそうそう、でさやかも好きだしね。うん、そうそう、ね、でピッピちゃんもね、オカピもね、ピッピちゃんもね、みんなあーちゃんのこと好きなのよ。うん、そうそう。あ、ひなたんともそうそう、だから。そうなの、ひなたんは別にあーちゃんのこと好きじゃないと思う。そんなことないよ。ひなたんが好きなのはひなたんだけ。そんなことないよ。あんたひなたんの何を知ってるのよ。何も知らないの。私の印象。ひなたんだって全然喋ったことないもん、私。そう、めっちゃ面白いよ、喋ると。本当に面白い。本当に面白いと思う。ずーっと笑ってるの。そう。叩いてくる人がいるのよ。そんな私もそうだけど、だってさ、叩いてくる人はさ、かまってほしいとかさ、そのなんだろう、いろんな目的で叩いてくるわけじゃない、うん、そこにさ、そのなんだろう、あんまり気にしなくてもいいんじゃないかな、わかんないけど、で多分ね、みんなそうやって言ってるんだろうけど、うん、気にしちゃうんだよ。そうそう、なんか朝ピンが言ってたのをさ、うん、誰かがなんかツイートしてたんだけど、その叩かれたら叩かれても気にしない方がいいよって言うけど、その気にする方が負けみたいな、気にする方が悪いみたいな風潮どうなのみたいな感じで言ってて、確かにね、もう叩く人が悪いのはもう大前提なんだけど、うん、自分がされて嫌なことはしないでねっていう風に育ってるから、自分が叩かれたら嫌だから叩かないよねっていう感じでみんな叩かないんだけど、そういうことあんまり気にしないで、自分が叩かれるそんな有名じゃないからみたいな、多分そういう感じで叩くのかな、わかんないけど、どういう理由で叩いてるのか知らないけど、でも叩いてる意識がないのかもしれないしね、うん、俺は言いたいことを言ってるだけみたいな、うんうん、まあなんだろう、やっぱりさ、想像力じゃない？だからその相手の立場に立ってものを考えるということができない人だと思ってるからさ、そういう人に対して何か自分のね意見を言う人って、だってその人の言うことがだって正しいかどうかなんて誰にもわからないわけじゃない？そうね、ね、だってその人に対して何かこうしろああしろっていうのはさ、押し付けなわけじゃない？でも明らかにさ、なんか間違ってたりさ、言ってることがおかしかったらさ、なんかそれは言ってることがおかしいって逆にその人が叩かれることもあるわけじゃん、うんうん、明らかにおかしい。それはその法に触れることとかだったりさ、なんかその数字が、数字というか、まあ、まあ、トンチンカンのこと言ったりとかね、うん、とか言ってたらそうかもしれないけど、分かんない、何に対してどういうふうに言ってるのか分かんない。どんなコメントでもさ、その自分がね、あの身になると思ったことだけ拾えばいいのにね。まあ、そうね、だからそれが SNS のいいところじゃないと思うけど、何でもかんでも拾うんじゃなくて、うん、別になんか自分の都合悪いことは全部さ、これはミュートかブロック化してさ、うん、うん、なんか自分の都合のいいとこだけ見てりゃ、そうそう、自分が精神衛生上そっちの方がいいです、いいんじゃないのって思うけど、うん、だ自分の成長に必要なものだと思ったら別にネガティブな意見でもさ、まあそうね、拾えばいいわけじゃない、別にほら正論って耳に痛いもんじゃない、だから別にそれに対してこう傷ついてもいいし、傷ついた結果こう伸びればいいわけじゃない、うん、例えば M リーグのコメントとかは、うん、その容姿に対するディスりとか、なんかそういうのもいらないな、一つもマジでいらないみたいですね。いや、なんかその何、靴下が片方違うとかさ、それはさ、別にさ、自信するけどさ、別になんかあえて、あえてそうしてる人とかもいるかもしれないし、まあね、わかんないけど、うん、あ、うっかりしてたとか、別にね、そういうのでもいいかもしれないけど、だからまあ、だからそういうのをやっぱ気にしちゃう人と全く気にしない人もいるわけやんっていう感じ。だから最近言われるのよ、なんかそのね、顔が気になって麻雀見れないみたいなこと言われるのよ。顔じゃなくて麻雀見てくれよってマジで思う、本当に。
しょうがないすごいね、なんかね変顔がいいとかもう顔が好きとかすごいいっぱい言われて、私はそれで結構傷ついてるところがある。麻雀を見てくれよ、いや下手だけど私だってそれなりにいい麻雀打ってるところだってあるんだよって、うん、そういうところ拾ってほしいなって思うけど、ちょっとほら熱くなってるから私顔が赤くなってるでしょ、うん、デリケートなんですね。デリケートいや別にどうでもいいんだけどね、別に見たいもの見ればとも思うよ、まあそうね、うん、私の顔が好きって言ってくれる意見も別に傷つくところもあるけど嬉しいっていう気持ちもあるしさ、うんうんうん、何の話もうブンマリコの話でしょでもマリコの話はしなかった、はいはい、マリコは可愛かった、おしまいバンバン